どうも、あきです。ペナント実況をやっていきましょう。さあ、では今回は7年目シーズン後半戦やっていきましょう。そしてですね、ただいま平均高評価数が1000超えで、このペナント実況毎日投稿という企画を行っております。ペナントの動画毎日見たいよという方はぜひとも高評価、チャンネル登録していってください。さあ、では早速やっていきましょう。さあ、7年目ついに交流戦優勝することができましたので、まあ、ここから完全優勝を目指してというところですね。で、西川選手が戻ってきたんですが、ちょっと今、まだこの期間なので、4試合だけこんな感じで、岸里選手を使っていこうかななんていうふうにも思います。そしてちょっと牧という選手も1軍に入れてみました。まあ、ここがどうなってくるのかというところで、まあ、ここにも期待していきましょう。はい、ということで、牧早速サードで使ってみたいなと思います。さあ、行きましょう。よーし。さあ、牧に関しても粘り打ち今取ってるので、まあ、そこ取れれば本当にスタメンあるかなというぐらいの能力になってきましたということで活躍してくれていますね。で、向田も初スタメンと。ナイス。で、杉谷選手のダイソーなんかも使われていたりして、まあ、この試合は岸里選手が出ましたよと。いいね。さあ、本当にいろいろなこう使い方ができているんですが、ただ今回実は一つ残念なご報告がありまして、ケールの能力がかなり落ちてきています。星の数がもう40ぐらい落ちていたので、まあ結構今シーズン、まあでも今成績はいいので引き続き抑えピッチャーでは使っているんですけれども、400ちょいあったのが361でも、まあ防御率めちゃめちゃいいというところで、このまましばらくはいきますが、ちょっと厳しくなってくるかもしれないですね。はい、将来的には石川投手抑えからの高岡セットアッパーという形になると思います。はい、来年はそんな感じかなというところですね。さあ、ということで、ちょっと、この試合だけ、ちょっとまた西川選手が怪我みたいなのだけは嫌なので、ここだけ、ここはもう岸里選手を思い切って使っていこうというところですね。はい。セカンド。牧、セカンドはできない。セカンド。ちょっと杉谷選手もたまには行くか。はい。スタメン使いましょう。で、牧絶好調なので使う。で、キャッチャーも調子悪いので、いいですね。こんな感じでいろんな選手こう、スタメンで使っていけると。もうここもライトも奥村でいこう。はい、こういうチームでございます。そして勝っていく。素晴らしい。いいね。もうスタメン以外の選手もスタメンみたいな感じですかね。はい。さあ、奥村がそしてホームランを打っているというね。いや、奥村も本当使っていきたい。まあ、ただまだ太田大志選手が3割2分打ってるというのもありまして、まあ星の数的にもそちらの方が高いので、そっち優先かなという形にはなりますね。ということで、この試合だけやれば西川選手がおそらく復帰できるので、もう1番西川選手の代わりといえばもうこの選手という形になりましたね。はい、素晴らしいと思います。まあ、もうちょっと率上がってくると最高ではありますが、まあいいでしょう。で、牧使う、キャッチャーも使う、奥村も使ってあげる。そうですね、清宮選手も行きましょうか。で、杉谷選手を使って打順をちょっとずつ上げてと。よし。ただ負けていく。よし。でもここでついに西川選手が帰ってきてくれますので、はい、いや、いい1番バッターですね。で、横尾選手代打からのという感じで、はい、よし、ついに西川選手がスタメン復帰ですと。まあ、怪我しにくさ今ちょうど上げていて、まあそこがちょっとまだ上がらずうちに怪我してしまったということで、まあ今もう必死に上げているので、もう将来的には怪我もしなくなりますよと。まだ3、4年は能力落ちなさそうなので、まあそういった意味でも今後まだまだ期待できる選手かなと思っています。さあ、中島選手、もうなんだかんだ400近いこう能力になったよというところでね。はい。さあ、あと何をつけましょうかというところではあります。もうなんかつけるよりも基礎能力なんか上がるかな。スローイング上げましょうか、ひたすら。セカンド適正も上げてあげたいな。セカンド適正かっこいいので A にして、で、スローイングも。というのも今後ちょっと、どのポジションで使われていくかというところも微妙なラインではあるので、はい、そこもやっていきつつというところですね。ちょ、待てよ。これ、怪我が出たらやっぱり、っていうのにはしとかないとよくわからないあれになっちゃうな。杉浦投手が怪我、まあいいや、31までちょっと進めて、そこは先発ピッチャーなのでおそらく大丈夫でしょうと。日程進めても、
ということで、助っ人外国人選手、今年も契約なしか、なんかこう、ピンとくる選手が来なかったなというところはありますね。はい。ということで、杉浦投手、6日間、これはまあ、じゃあ一度上沢投手と交代しましょう。はい。ケール、まあ、防御率確認しながら OK。うわ、また落ちてる、さっきより。うわ、だいぶ能力落ちてってるな。でももう、成績残してるうちはここに任せるという、僕は風に決めているので、はい。そのまま行きましょうか。いやー、結構落ちたな。怖いっすね。で、野手の方はとりわけいじるところはないかなと思います。盗塁11個決めてくれていて、杉谷選手もなんだかんだ14試合出ているということで、まあやはりこちらのオーダーの方が良かったかなと思います。そうで、1枠空いてたんで、そこに牧を入れたというところですね。まあ牧も結構出て、結構打ってくれているということで、よしでしょう。さあ、もうマジックが23点灯しておりますというところですね。で、もちろんしっかりと育成もしながら、お、杉浦投手はついに400いきそう。もう小さな特能を取ることかなとは思っていますね。はい。今、先発ピッチャーしているんですけど、まあ先発タイプでは本来はないと僕は思っていて、はい。まあスタミナ54なので、来年どう、まあ来年戻すか。そうですね。来年セットアッパーに戻せばいいのか。今思うと、まあケールはね、このような状態になっておりますので、はい。まあそういう風にやっていけばいいかなと思います。で、オッケー、石川投手クイック A になって。お、まだまだ育つ。石川投手なんだろうな。まあ基礎値はまあこんなもんでいいかなと。縦スラの前言うならコントロールぐらいかな、気になるのは。あ、QF か。ここはちょっと上げましょう。はい。で、あとは特能も取っていくという感じにしましょう。ケールな、何が落ちた。うわ、だいぶ落ちたな。めっちゃ落ちた。まあ、今年までかな。まあ、でも来年もまあ、いれば、あれですけど、外国人枠ですからね。はい。めっちゃ落ちたな、ケール。ケールがアメリカに、ケール、帰るってね。やっていきましょう。はい。そうか、ケールが結構落ちたな。で、新垣が、この辺ね、はい、しっかり育てていってますよと。向田がめちゃめちゃ強くなったなという印象ではありますね。はい。さあ、中島選手、しっかり上げて。いやー、これね、本当にここで完全優勝したい。もうここで狙うしかないというようなね、状況になっていると思いますので、頑張りましょう。はい。で、あと見たいところが、万波土井というところが、なんかどうやら近々能力がどうにかなるみたいですというところを前回書いています。はい、土井が、あ、そう、この土井という選手もかなり強くなってますし、パワー型で走力70、ミートも DD いけて、まあ、ここからだから肩とパワーが A になれば、すごい A 選手ですね。はい。あ、この土井という選手いいですね。っていうのと、この選手、はい、榊原ですね。なんと高卒2年目なんですが、ミートが BB 行きそうで、走力ももうちょっとで A 行きそう。これはですね、育成方針のところで育った感じがありますね。強いというね。はい、榊原、そして土井で、万波選手に関しては肩 A にしているのか。まあ肩 A にした後はさすがに補給スローイングを上げましょうか。これは、はい、僕のなんかこう覚えやすいものがあるのであれば、バンとかフルヒーは覚えるか、じゃあとかっていう、このまあ取れる特能を取っていって、連発も覚えるか。はい、取れそうな特能を取りつつのあれでいきましょう。基礎値も上げていくと。で、来年再来年にはもうライトのレギュラー取ってほしいですねと個人的には思っています。さあ進めます。あ、そういえば、ピッチャー、ピッチャー厳しいな。ピッチャー厳しいですね、はい。でもまあ、先発ピッチャーはいろいろ。で、有原投手も結構能力落ちているので、まあ、先発ピッチャーは本当にいろいろ育ててきたよというところでね。はい。では、クバも行きましょうか。あ、でも、ゼフチョ。じゃあ、土足で行きましょう。はい。
で、例えば秋田、おお300超え行きましたね、ついによーし、いいねという感じで、ナイス。やっぱ怪我が多いですね、ペナント実況。本当に最初の方は、シーズン最初はいい感じでも怪我がなかなか多くて途中から苦しいというようなね感じではあったんですけれども、今はもう本当にその怪我にねすぐ対応できると。例えば河村が怪我をしたと、まあ二遊間の守備固めというところがメインでございますと。そこね、今年ドラフト1位でこの西谷という選手を取りました。守備だけでいうと河村より上手いです。はい、でこれから走力も上げていってダイソーでもいけると、で代打でもスタメンを将来的には狙うと、はい、いうところで、まあもう今後これでいいかな、むしろ。ちょっとドラフト1位というところもありますし、使っていってあげてもいいかななんて思います。ちょっと怪我が多いですね。中田選手の怪我はやや痛い。あーでもまあ5日間、これはちょっと置いとこうかな。はい、あんまりいじりたくないというのもあるので、1,2,3,4,5、 はい、18日まで進める。やっぱ終盤になってくると怪我多くなりますね。ということで、もうあれかな、ドラフト選手は全員おそらく、発掘したみたいな感じだと思われます。でも有原投手も取れるものがなくな、ああクイックアップね、一応。でもまあもう落ち目の選手にコーチ使うのもったいない気がするので、能力落ちてきている選手に、まあおそらく落ちがちなのが球速だと思いますので、それを上げるようにすれば落ちづらくどうやらなるみたいなので、はい、そこを使ってあげましょう。さあ石川投手、そこは E にはなった。じゃあ全部 D 以上にするか、その E を全部 D にするっていうのを目標に一つやっていってもいいかなと思います。はい、まだまだおそらく育つでしょうということで、うん、さあ柿木投手も、あ、だいぶコントロールも上がったな。ではフォーク系制球上げてあげて、とりあえずこれも全部 E にすれば割と悪くないかなと思うので、はい、お、いい感じや。で変化レベル総合というよりは第2スライダー系、第2スライダー系変化ということか。はい、でそこは150キロ目指しています。お、なんかピッチャー陣もかなり育ってきてくれたなというふうに思いますね、これ。さあビシエド選手も一応代打つけといて、まあ来年以降というところも良くなってきます。あー、もうパワーがかなり下がったな。なるほど。まあ本当に取れるところですね。はい、取れるところをしっかり取っていこうということで取ります。さあ杉谷選手はこれで、まあ、スローイング上げようかな。なんか得のめちゃめちゃ取れるものがあれば、まあ走塁とかもあり、あ、走塁だな、ダイソーで使ってるんで走塁アップしよう。はい、さあ清宮選手、ついに威圧感がつきました。これはでかい。これでね覚醒とか来ればいいんですけどね、ちょっと能力がなかなか上がりづらいので、どこもそう、それが厳しいんですよね。ってなるとやはり大きな特能を狙っていくのがベストではあります。何かいい大きな特能が取れないかなということで、まあ固め打ちか。まあじゃあ固め打ち取ろう。はい、そろそろここもレギュラー取ってほしいですよね。はい、で庄司選手 AA になったよということで、ここはもうじゃあサード守備ショート守備を上げていこうかなと思います。河村が思ったより育たなかったのがちょっと僕の中では痛いかなというところもあったりしますね。はい、おお近藤選手も存在感は取れないと。まあ、近藤選手に代打をつけるのはまだ早すぎる気がするので、おお、もう上がるものがない感じだな。もうちょっと近藤選手も能力落ち始めるので、でも
代打は早すぎるよな。まあさよなら男ぐらいからつけときましょうか。はい、さあ必殺選手チャンスメーカーついたらまたちょっとスタメンあるよ。さあ万波選手肩上がって、でさっきのお話だとちょっと得の取ろうかというお話になってましたね。まずはプルヒを取りましょう。はい、さあこの荒牧という選手も高卒2年目かな。でもうすでにオール D、 はい、守備型なのにバッティングも上がっていると。ミート D パワー C ぐらいにして守備ソウル、まあ、オール C 以上の守備型みたいな感じがベストかなと思いますね。はい、さあこの選手は何型、パワー型で、ミートが DD になってくれて強いね。この選手パワー型、まあパワーをまず上げましょうか。パワー、走力、肩、この3つが A いけば非常に魅力的な選手ではありますね。はい、よっしゃ、ええ感じや。で野手の方はで中田翔選手が戻ってきて OK、 まあこのオーダーになりますねと。はい、もう割と不動になってます。で投手の方が有原投手を戻せると。噂投手ちなみにめっちゃ打たれた、頑張って FA からねあれしたところがあるんですが。でケールそろそろな、ピチャシ、まあ今年はやっぱこれかなと思いますね。はい、まあ来年ちょっと投手陣に関してはガラッと変えていこうかなというふうにも思います。よし、あ、ちょ待てよ、リーグ優勝した。リーグ優勝したので、例えばピッチャー育てたい選手がいるなら出して、でもうーん400を超えてくるというところで言うと、まあちょっと柿木投手は400超えてくるっていうのもありますし、この期間使おう。で有原投手は怪我もあって、あーでもここはなんか防御率とか取りそうだな。マルティネス投手は少なくとも今無理に出す必要はないと思うので、ちょっと柿木投手をこの期間使いましょうか。はい、まあそこですね、言うならば。うんうん、そうしよう、柿木投手をちょっとこの期間使っていきましょう。育成です、優勝したので、レギュラーシーズン優勝したら育成ということで、育てたい選手を使っていっていいよというお話になります。じゃあちょっと向井田真、もうエアーズもね全然成績を残していないので、向井田真垣という2枚体制にしてあげていいですし、これで正捕手向井田、てか捕手リード A だから向井田の方が強い説までありますしね。はい、でまあ、西川選手、中島選手、ここは置いとく。1年間通しての成績を見たい。はい、まあ、西川選手、ちょっと離脱もありましたが、まあ、近藤選手もタイトル争いすると思うので置いとく。キャロルもタイトル争いしてる。ビシエド選手は今年はタイトル争いをしてなさそうなので、ここ、誰か使ってあげようということで、清宮選手を使っていく。そしてその代わりに誰かを1軍に入れてあげましょう。まあ、ちょっと万波選手はやっぱりそろそろレギュラー取ってほしいなというのもあるので、入れるというかもうライトで使おう。はい、中田選手はもう無理して使う必要はないと思うので、年齢的にも、まあ、タイトル争いもしてないですし、となるとやはり使うのは、まあ、柴崎ですかね。はい、柴崎ファーストで使おう。やっぱここのロマン砲で、さらに言うと、まあ、野村選手になりますかね。はい、横尾選手もおそらくタイトル争いとか今年はしてない。でもこの3人がこうなってきてホームラン連発みたいな形になることを僕はずっと望んでいたので、ただ野村選手粘り打ちついてなくて変に三振とかつくのだけが未来としては怖い。はい、おお超若手オーダー、パワー A の若手がずらっと並ぶ。あ、でもこの中だと実は万波選手が一番ミート高いので、まあでも特能の数で言うとそうか。まあでもやっぱこの並びがいいんだよな、この並びが好きなので、この3人の、まああえてこうしよう。まあ弾道がね、そこはアーティストアーティストなんで。はい、で清宮選手の特能の数考えると5番で、よっしゃ、ちょっと思い切った感じですね。
で若手まだ入れたい選手は入れてあげる。若手で今期待してるところどこでしょうね。まあ、森山選手はもう若手ではないので、ちょっと榊原も入れよう。代打起用。いや強いでしょ実際この選手と思っています。はい、うん、まあこの辺りかなと。もうそこは若手とは言わないしな。まああとそっかし、入れたいところで言うと、まさかのまさかこんなことになるとはというところではあるんですけれども、いろんな選手、あ、マキはもう入れている。よし、これでちょっと戦っていこう。よし、これで残りのシーズン戦うす。よっしゃ、若手がどれくらいの成績を残してくれるかっていうのがここからの楽しみですね。いきなり気がするんかーい。ちょい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 、万波選手。うわ、しかもまあまあな気がするな。へいへいへい。まあ奥村使うか。はい、ここの枠は、まあ、奥村あえて8番ぐらいで使うというね。この3人を優先して打順上に上げてね。キャッチャーもいろいろと見ていきたいところはあるんですが、まあやっぱ渡辺選手がこうなると入ってくるかなと思います。いやー、いきなりすごい怪我をしてくれましたね。まあやっぱ勝てなくはなっていくのかな。ゲーム差がいくつだったかちょっと確認しなかったんですが、今25ゲームというところから、さあどれくらいまで来るのかというところです。で、全員発掘したということで、とりあえずここ見ていきたいんですが、野手、お、このキャッチャー良さそうじゃん。調査しよう。打撃のいい捕手っていうのはやっぱりいいですね。で、対右の時だけ先発捕手っていう形もそれだと取れそうですし、はい。ということで、最近なんか、そんなにドラフトがパッとしないですよね。なんかそんなに欲しいなというところはありません。まあ将来性丸の選手はね、しっかり取っていくというところにはなってくると思うんですけれども、はい、まあ高校生将来性丸、なんか370とか400超えの選手みたいなのが結構出る時もあるんですが、最近は出てこないですね。今年もなんか豊作とは言えないかなという感じにはなっております。はい、まあやっぱりドラフトって一番楽しみな部分ではあるので、吉田輝星投手ちょっと能力覚醒の時に能力は上がりすぎて、そこから能力は上がりづらくはなっていますね。はい、まあしっかりと。うわー、マルティネス投手も変なところで終わっちゃった。これがね、嫌なんだよな、最後変なところで終わるっていうのは。ちょっとここも能力落ちてきそうなところではあるんですけど、でもまだここは頑張ってもらいたいので、クイックアップしよう。いやー、それで言うとやっぱりクイックアップか、有原投手も。うん、まだ言うて先発ピッチャーでいてくれるでしょうと、しばらくね、いうふうに思いますし、はい、そうですね、そうしましょう。さあ秋田がこんな感じで、これなんか1個とかに絞ってあげていこうが実は良かったりするのかな。1個に絞ってやっていこうか。変化も1個ずつ上げていくという形の方がいいかもしれないですね。しっかりといろいろ見ていきますと、石川投手ここ全部 D になるかな。でもまだまだ上がりそうなので、はい、まあ、能力も必要なものはそれなりに取ってきましたし、期待してもいいんじゃないかなと思いますね。さあルーキーはね、栗山監督のおかげでかなり育つので、向田ほんと強いな。冷静に、お、2割6分2厘打ってるし、保守リード A のことを考えると、向田はこれは実はめちゃめちゃ強いんじゃないかという説が僕の中で浮上しています。さあエアーズもそろそろ結果を残さないと、首までありますよと。首はないですけど、能力落ちてきた時にもうすぐ、交代という形になるかもしれませんので、頑張ってもらいましょう。はい、マキはちょっと粘り打ち早くつけたいですね。これ三振粘り打ちついてないと割とついちゃうので、柴崎選手もおかわりついたら強いんじゃない。これ、うわっ、
え、こんなんだったっけ、400とかいくっていう予定じゃなかったの。うわ、騙されたパターン。実はそんなに育たないパターンかもしれない。なーぬ、そんなに成長タイプが実は良くなかったのか、お主という感じであります。はい、あれ、なんか、あれ、こんなんだったっけ、あれ途中からそうなるパターンもあるのねえ。分析力の問題、コーチの、コーチの分析力が上がってちゃんと分析できたのか。この辺の選手はじゃあもう首を切られるよ、そのうち。気をつけないと。古木は本物っぽいな、これは。では、いやー、榊原これめちゃめちゃ強いんじゃない。てかこれ使っていこっかな、来年から。もう榊原エグそう。ちょっと総力だけ A にしようかな、これで。はい、榊原エグいな、多分。高卒2年目でそれはやばいっすよね。はい、さあ喫茶選手はまだ育つ。逆境もつけるか。よしよしよし、さあ若手のみで戦うこのシーズン終盤戦、頑張ってもらいましょう。ケール、ケールも厳しいのか、いろいろ。うわー、どんどん能力落ちていってる。でもまあ成績を残してるんで、やっぱりこうなかなかっていうところはありますね。はい、まあ、高岡が臨時抑えという形になります。あ、でもゲーム差まあまあいい感じでは、これでもシーズン優勝はできないかもしれないですけど、戦いそうな感じではありますね。さあ交流戦戦った阪神がやはりそちらは来るというところでしょうね。で、調べたのがこちら。これは取りたいね。ドライチかどうかは分かりませんが、はい、まあ取りたいなと思うぐらいの能力ではあったかなと思います。ここも調べとくか。さあ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 、秋田は本当に能力どんどん上がっていってますね。やばい、試合成長効果というところが本当に大きいなというふうに、感じる選手でございます。はい、上原投手もでは1球種ずつやっていこうかな。それスライダー系変化、おっと、久我は本格派。久我ももう伸び悩み、てかもう久我が30歳なんですね。そこにちょっと驚きました、今。久我はもう30歳なんですね。いやー、このペナント実況も気がつけば結構長い年数やっているというところで、はい、向井田なんかめっちゃ育ってないか、試合出て育っていってるんじゃないか。しかも3割近い打率を打っている。ちょ、エアーズこれマジやばいぞ。エアーズ来年正捕手かどうか怪しいラインになってきます。で、第2捕手のスーパーダイソーにするかもというこの選手、浜村。まあもちろん捕手リードもね、そしたら上げますと。第2捕手でダイソーにできると枠が空いていいなというお話でしたね。はい、石井和成選手とかも普通に強いですね。お、2割8分4厘興味の選手持っています。まあ若手の成績に関しても最後に見ましょうというところではありますね。よし、よし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 、総力名になった。榊原マジである、これ。まあ守備低いっすけど、守備低いけれども、まあキャンプで多少上げたらいけそう。まあどこでも使えるっていうところも彼のいいところだと思いますし、はい、うん、どこで使うかは分かりませんが、来年ちょっとスタメン候補になってくるかなと思います。太田大志選手がもう326なので、ポストシーズンは奥村でいきます。もうそこのレギュラーは、てかもうこれでライトのレギュラーが白紙になりました。
でも奥村もこんな感じでそんなに育つあれじゃないのでわからないっす、今後どうなるか。はい、って考えると今ライトのレギュラー争いが万波選手もいるので非常に熾烈だなというところですね。うわ、野村選手怪我。ちなみにケールが帰ってこれるというところでしょう。まあでもやっぱりケールが抑えで頑張ってほしいですね、今年はラスト。まあ今までこのね、にちゃんも助っ人外国人選手として一番引っ張ってくれた選手だと思いますので、野村選手は打ってないな。じゃあここで入れてあげるのが島田あたりも、うん、いい感じには育ってきていますが、じゃあ土井でも入れてみます。はい、というところで、おお最後連勝。おお、これでもゲーム差を結局つけられたので、まあ若手の活躍もナイスだったなというところではありますね。ということでまあしっかりとした成績確認は次回行うとして、まあまあ自チームの成績確認だけやると2ヶ月近く1ヶ月半ぐらいかな、怪我で戦列離れていたんですが、西川選手3割7分6厘の58走塁さすがですね。はい、来年はフルに活躍してもらってさらなる、成績期待しましょう。で、今年のキーマン中島選手が2割5分って言ってたんですけど2割1分1厘じゃあもう来年は2番やめます。はい、2番やめます。まあ盗塁は30個以上してくれたんですがちょっと違うかなというところもありますね。はい、で近藤選手さすが。はい、キャロルさすが。でもキャロルも結構能力落ちてきてますね。はい、400も切ってしまったのでそういうところではちょっと辛くはなってきています。呼吸39は怖いですね、セカンドで。まあ守備が多分いるんでねいいですけど。で、清宮選手がやっぱり威圧感もついたりして非常に能力的には強くなって、ミートは低いんですけれども、まあそうだな、これミート上げるか上がりにくいけど、まあ、固め打ちついた後にミート上げましょうか。これパワー S ミート E、 これを将来的には目指すのかなというふうに思います。はい、で、マキ、お、マキ打ったね。マキ打った。これ粘り、あ、マキも来年レギュラーある。てか、マキと実際、横尾選手だったら、打撃はもうマキの方がいいレベルですよね。はい。まあ、守備面の問題がもちろんあるんですが、レギュラーあります。マキ来年。柴崎は打ってない。まあ、今年、これですね。この期間の起用っていうのは、来年のレギュラー争いのための期間でもあるので、まあやっぱ奥村は2割8分6厘なんですよ。いつも2割8分6厘のイメージです。で、低弾道なのでホームランはあまり出ないっていうのを考えると、わあ、向田3割打ったよ。捕手リード A ですからね。これも本当に来年スタメンある。エアーズの首が危ない。いや、エアーズベンチスタートもあるぞ、これ本当に。となると向田粘り打ち取りたいな。三振つきそうなのが怖いので粘り打ち覚えさせようかな今のうちに。来年向田キャッチャーサード牧、指名打者は清宮選手ので、ライトの争いですよね。あとはいや榊原もマジでありますし、もちろん万波選手、必殺選手もありです。まあ、大穴杉谷選手とかもある。ライトの争いは、これはね、楽しみですね。はい。まあ、僕の中では、万波選手ちょっとそろそろ行きたいなというのもありますし、ただ、太田大志選手も、太田大志選手なら奥村なので、まあ、奥村で行くのか、新人がこう、力をつけてくるのかというところで、まあ、そこも期待大だなと思いますね。はい。で、投手の方見ていきますと、吉田恒成投手、まあまあ 3.18、まあまあだと思いますね。ただもうちょっと能力を上げていきたいと思います。2点台はしっかり出してほしい。まあ、やっぱ柿木投手ちょっとまだ辛いか。まだ辛いですね。はい。で、杉浦投手今年先発ピッチャーで13勝1敗ということで、先発にしてよかったですね。
ここがチーム引っ張ってくれたと思います。まあ白石もまあまあ、まあ秋田もまだまだ育成段階なのでまあまあということにしておきましょう。はい、有原投手成績はさすがです。ただ能力はちょっと落ちましたよと。で高岡のこの安定感、中継ぎでの安定感、はい、やっぱりセットアッパーにそろそろしてあげてもいいのかなというところで、まあ今年はもうこれで戦い抜くんですけど、てかまあ抑え適性も持ってるのでどっちでもいい。まあでも星が高い方が抑えで、まあセットアッパーという形にしようかなと。まあ来年杉浦投手また後ろに戻して杉浦投手との、2枚セットアッパーという形でもいいかもしれませんね。はい、まあ小柳も中継ぎにはいますし、まあ上原投手ロングリリーフできますし、まあその他いろいろ中継ぎピッチャーも育っているよというところではあります。久我の登板が今年はなかったのか、はい、という感じですかね。はい、ということで、次回ポストシーズンですね、全力で戦いましょう、勝ちましょう、いやー楽しみ、はい、というところです。さあ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 、ペナント実況も楽しくなってきましたので皆さん全力で応援お願いします。完全優勝目指しましょう。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。